こんにちは、ゆうです。バターのお時間です。ちょっと危ない。ちょっと噛みそうになって、ちょっと。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日もね、アニムカキンサバカシバイノールやっていきたいと思います。はい。ですね、はい。今日から来ましたね。そう。突然始めたにかかわらずね、朝の、スーパーゴッドフェス、配信。ガチャ更新待機配信、お付き合いください。ありがとうございました。でね、いろんな方とね、参拝したりとか、はい、ちょっと楽しかったですね、僕も。はい。ということで、はい、まあ、ガチャ更新待機配信があったということは、はい、こちらも、ガチャガチャ動画ですね。はい、メール来ておりますね。こちら、開催記念バザダス、Z スーパーゴッドウェスクですからね、はい。で、マーベルガチャのログインスタンプも来てるということで、はい。まあ、メインアカウントの結果はね、まあ、少し、一昔だと、まあ、当たりかなという感じでございまして。はい、まあ、それは置いといて、はい、ここのね、メインアカウントの方だけはサバカで言うと、サバカでよく言い引きをするのはあるあるなんで、メインアカウントで役払いを、役落としをした分、こちらのアカウント頑張りたいと思いますんで、それでは、対戦、よろしくお願いします。はい。まずはね、マーベルのログインスタンプから行きましょうか。はい。それだ。まあ、狙いはね、どうなんでしょうね。これ、とりあえず、バカって固まって、ダイヤやって固まって、語彙力がないんですが、でも、この演出は見たかった。はい。アイアンマン。ちょっと、またこれ出てもうた。あのね、相棒やんけ、これ、バーテンダークラと見てくれ、持っとるんかい。いける伝説キャプテンアメリカ、はい、これバーテンダークロトルでまんじゅうクリアした、なんかラストピースみたいなとこあるんで、はい、ほんまね、個人的に思い出はもうしゃべってくれればいいんですけどね、なんかもう英語でも、はい。それではこちらですね、こちらが本番ですね。今日の大本命開催記念バズラ Z スーパーゴッドフェスガチャですね。はいはい、 Z、 おっ来た。これはね、これはフェス宣言確定でしょ、これ。この演出が来るということは。あら、違った。え？誰？カースオブドラゴンを召喚は、それはあれなんで、あれか。バズドラ Z の、これ、カースドラゴンが変身した、変身ちゃうわ、進化したんよ。あ、そう、僕前持ってた、いや、前持ってたじゃなくて、持ってへんかったよね、そもそも。そうですね。ダメージ軽減ループで三属性アタックができて、これ遅延が飛んでこうへんとことかやったらね、あれですね、ちょっといいかもね。で、エンハンもできてるんでしょ？おーんって言ってもと、はい。それでは、ユーザー情報、購入履歴、もちろん買っておりません。はい、61個でございます。はい。こちらでね。まあね、僕正直ね、言うてね、ゴッドフェス回すか迷ったんですけど、ちょっとまあ、これはちょっと実況者心をちょっと心をくすぐられたんですけど、このガチャドラが今回ね、ラインナップされてるということで、2連ガチャドラだけね、これ持ってないんですよね。それで2を出したい。2連ガチャドラ、狙い2連ガチャドラ、あと個人的に大好きなドラゴン将軍。ドラゴン将軍で僕なんかのアカウントちょっとクリアしてたのもあって、はい。まあ、もちろんね、このアポカリプス、ごめんなさい。ちょっと用事ないです。誰だっけ。ゼルクリアカースドラゴンは出ました。アークベルザ。欲しいんですが、ね、ここら辺。ゴーテンとかね、アグリゲートとか、もうちょっと欲しいというか、はい、そういう部分もね、ちょっとあったりするんで、ユリシャとかもちょっと欲しいですしね。はい。そこを狙って、はい。もう一度言いますが、対戦よろしくお願いします。はい。魔法石10個。61個なんで、あれですね。66回の喜びが始まると。これで。はい、カモン。来ましたね。やっぱりメインアカウントをね、もう叩きはね、サブアカでよく言い引きをする、あるある見せましょう。あれ？もしかして、タイムリープしてる？いや、ちゃんと2になってましたね。はい。2体出たということですね、これは。はい。現在進行形でございました。はい。それでは、もう一丁！はい！
来ましたね。これ来ましたね。これは完全にもうタイムリープは二度としませんよ。はい。あれ？もしかしてタイムリープしてる？いや、ちゃんと3体になってますね。はい、現在進行形でございますね、これ。はい。はい、それではちゃんと魔法石の数も減ってるということで、はい。これで、石使っては3回目ね。はい。メインアカウントの仇はサブアカで引く、出す。サブアカの方がいいものが出るというあるあるを、ここでお見せしましょう。ちょっとごめん、用事ない。いやでもアポカリプスはラストジャッジメントでしょ。アポカリプスがなんかいたらちょっと高級感あった時代あったじゃないですか。なんかまあ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 強いて言うならちょっと空気読んでくれよっていう感じですけどねはい、それでは、あと3回ですね。はい、はい、ここで見せましょう。バズ・ザ・ゼットの新フェスゲンを、いやーちょっと空気読んでよっていう感じですけどね。あんま怒らせたいな、ちょっとここに言っちゃうとさあさあさあ、僕あれですわ、試練したね、あの走り込みアルテミスちゃんを作ってなかったんで、木の4ゲージがね、ただ薄いんですよね、このアカウント。ほんまに10日だけで、まあまあ使えるか使えへんかで言われたら別で使いたい気持ちがあるんでね。はい、あとラスト2ですね。はい、タイムリープ何回したのね今回。はい、よし、はい、いや、ネイちゃん、ネイ、あ、ごめんなさい、ちょっと生放送だったらご存知の方いらっしゃると思うんですけど、箱が落ちました。今不吉やわ。勇気を出します。はいはいはい。ネイはね、なんか光ネイの武器だけ作ってるんですよね。はい、いやーどうしようかなこれ。武器はね、でも結構定期的にオリジナルキャラなのもあってパワーアップもされるので、まあいいでしょう。それだ、ラストワンショーいきましょうか。ラストワンショーっていうのはね、大概の一番くじなんですよね。もう一番豪華なんで、ここから見せましょう。パズドラ Z の新キャラ BGM、 皆さん、あ、ごめんなさい、これオフにしてるわ。出るとこ見たでしょ、見たでしょ。見せましょう、パズドラ Z の新フェスゲンを。はい、あら、ペルセポ姉さんメインアカウントで言ってましたね。マジか。まあでもね、次のコラボ発表が17日にどうやらあるということで、まあ、最悪ね、その17日だったらか、14日間後の世界、14日間後の世界ってね、え、来月のクエストとか被りますもんね、若干の被りが生まれると思うんで、はい。まあ、ペリセポ姉さんもね、5体持ってるんですけどね、試練進化、走り込みもさせてないんで、まだ、正直ね、まあ、結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。なんか、キャプテンアメリカのお隣さん、なんか、3連チャン、なんかちょっと、えげつないことになってますけどね。この映画ね、ちょっとなんか、3属性、3つ並んでますけど。はい。それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、皆さんもね、パズドラ Z スーパーゴッドフェス、お久しぶりの復活ということで、はい。ぜひぜひ、何でしたっけ、皆さんのガチャ結果、はい。もう教えてくださると嬉しいです。あとね、ちょっと、ね、僕、交換上でね、生放送中に知ったんですけど、コラボではございませんと、はい。これね、10体必要なんで、もう、皆さん10回、最低うまいこと言っても10回は、10周ぐらいはしないといけないかな。はい。まあまあ、ドストレートで出たとしても。で、ラディウス、僕、一番、なんかラディウスに、僕、虹の番にね、なんか自戒でする時代に、ラディウスのこうヒールバリアに助けられた経験がございますので、はい、ぜひぜひ皆さん、このアンジェリウスというね、鳥をゲットして、はい、育成して、はい、
ヒールバリアで闇の番人と戦ってみてください。はい、それではね、よかったらこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ、動画の感想や、皆さんのガチャ結果もう2回言いますけどね、はい、そちらも、ぜひぜひぜひ教えてくださると嬉しいです。ぜひぜひで、はい、ヒーヒー言うとるか、はい、それではね、あと動画の評価もよろしくお願いいたします。それじゃあね、バイバイ。